その場所ならではの唯一無二の光景から、道のりが長くアクセスが困難でも一生に一度は見たいと言われる絶景秘境。世界には素晴らしい自然が残る場所や、見る者の心を癒す神秘的な風景など、想像を絶する景色がたくさんあります。この動画ではそんな世界の絶景秘境をめぐり、あなたを魅力的な旅へと誘います。1. ザキントス島。イオニア海に浮かぶ孤島ザキントス島は、ギリシャの首都アテネから国内線で1時間ほどで行くことができるビーチリゾートです。島の西部にあるナボイアビーチは、ジブリ映画紅の豚のモデルになったと言われており、断崖に囲まれたビーチには1980年頃に乗り上げたとされる難破船がそのままの姿で残されています。その他、美しい鍾乳洞が見れる青の洞窟や、ほど近くにありウミガメの産卵場になっているマラソニシ島など、さまざまな見どころがあります。2. カッパドキア。トルコにあるカッパドキアは、目を見張るような広大な景色、美しい文化などが評価され、ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群として世界複合遺産に登録されており、観光客の心をつかんで離さない見どころがたくさんあります。カッパドキアでは古代の火山噴火や浸食などの自然現象が煙突やキノコを彷彿とさせる不思議な形の奇岩を形成し、独特な世界を作り出しています。またカッパドキアでは気球ツアーが人気で、色とりどりの気球に乗って美しい朝焼けに染まるカッパドキアの奇岩群を上空から眺めるツアーは、一生の思い出になること間違いありません。3. ウユニ塩湖。ウユニ塩湖はボリビア南西のアンデス山脈にある世界最大の塩原で、世界で最も平らな場所としても知られています。標高約3700メートルと富士山の山頂とほぼ同じ高さに位置し、その広さは琵琶湖の12倍、約12000平方キロメートルと、見渡す限り広大な白銀の大地が広がっています。また雨季にあたる12月から3月頃に訪れれば、湖に溜まった雨水が鏡面のように空を映し、天空の鏡という呼び名にふさわしい絶景を見ることができます。4. 九寨溝。九寨溝は中国四川省の奥地にある自然保護区で、原生林の生い茂る峡谷に大小100以上の古城や幕府が点在しています。中でも見どころは五花海と呼ばれる湖水の驚くような透明度。湖底が見えるほどの透明度は水深を感じさせず、見る者の心を奪います。また高山植物や漢方薬草の宝庫であるほか、動物の生存に優れており、
170種類の脊椎動物と141種類の野鳥が生息しており、ジャイアントパンダやレッサーパンダ、カモシカの姿も時折見ることができます。十字架の丘。リトアニアのシャウレイという町の郊外には、おびただしい数の十字架が置かれた十字架の丘があります。小高い丘に向かって無数の十字架が置かれたこの場所は、無形文化遺産にも登録されており、リトアニア最大の巡礼地としても知られています。この丘の起源は17世紀頃まで遡り、独立運動による犠牲者の鎮魂のために十字架を建てたのが始まりとされ、この異様な光景を目の当たりにすれば一生忘れられないものになること間違いありません。6. ザ・ウェーブ。アメリカのアリゾナ州にあるザ・ウェーブは、その特異な自然環境を守るため、1日20人しか入場できない秘境中の秘境です。ザ・ウェーブの景観は1億9000万年以上前のジュラ紀に形成された砂岩の表面が、長年の風雨による浸食で露出してできたと言われています。雄大な自然の宝庫アメリカの中でも一番の絶景との呼び声も高いザ・ウェーブ。1日限定20人のみという誰もが行けるわけではないハードルの高さから、死ぬまでに一度は行きたい場所として世界中の冒険家を魅了しています。7. シャウエン。シャウエンはモロッコ北部リフ山脈の奥深くにある町で、その美しい青い町並みはおとぎの国としても知られています。シャウエンの旧市街は建物や道路、階段の至るところが水色から深い青色の多彩な青で染められています。青で統一されている理由ははっきりと分かっていませんが、この地に移住してきたユダヤ人にとって青が神聖な色であったからと言われています。そんな青い街並みが美しいシャウエンは、歩いているだけでまるで物語の世界に迷い込んだような気分にさせてくれます。8. シギリアロック。スリランカの中央部に位置するシギリアは人気のパワースポットであり、世界有数の大遺跡群が残っていることで知られています。そんなシギリアの中でも見逃せないのが、世界遺産にも登録されているシギリアロック。スリランカ屈指の人気を誇るこの場所は、天空の古代宮殿とも称され、空中に浮かぶ要塞のような王宮や綿密なシンメトリーの庭園は見る者の心をわしづかみにします。またシギリアロックの頂上から眺める周囲一面に広がるジャングルの景色はまさに絶景です。
旧パムッカレ。トルコ語で綿の城を意味するパムッカレは、トルコ南西部のデニズリ州に位置し、温泉の水の流れによってできた石灰棚で有名です。雪のように真っ白な絶景が広がるこの場所は世界遺産にも登録されており、その非現実的な景色を見に多くの観光客が訪れます。また、パムッカレの丘の上にはもう一つの世界遺産、ヒエラポリス遺跡があり、遺跡の大理石や石柱が沈んだ温泉を楽しむこともできます。10、アルベロベッロ。イタリアのプーリア州、オリーブの産地として知られる農村地帯にあるアルベロベッロは、町全体がフォトスポットになっています。トゥルッリと呼ばれる石灰岩を積み重ねて作られた小さな白壁の家が立ち並ぶ光景は、世界遺産に登録されており、まるでおとぎの国を彷彿させます。また、街中にはカフェやレストランのほか、トゥルッリを模した雑貨や特産品のオリーブオイルやワインが買えるお土産屋が並び、美しい街並みを散策しながらショッピングを楽しむこともできます。以上、人生で一度は訪れたい世界の絶景秘境10選をご紹介しました。この他にも様々な国の動画を投稿しています。次はまた別の国の旅でお会いしましょう。